ゴールキーパーは濱田です。ディフェンスラインは変わらず、右から野竹純也、安藤、藤原、香川、そしてボランチ代表離脱の安田に代わって今日は小坂井が入りました。弓場とのコンビ、そして左に薩川が入ります。そしてワントップ長澤なんですが、この前線の組み合わせ、野村、渡辺、新たの位置、あるいは2トップもあり得るかなといった大分トリニータです。ゴールキーパー出森、そしてディフェンス4枚、サイドバック2人を変えてきました。右に星です。今季リーグ戦初出場。センターバック変わらず戸根と岡本、左のサイドバックに野竹博也、兄弟対決実現します。まだ鹿児島ボールが続いています。さあ収めた、米澤左足シュート、浜田止めた、いいですね。香川左を使います。今日は薩川が右足で入れていく、長澤、長澤ゴール、前半7分先制点を置いた。そして鹿児島はまたもや先制点を奪われました。まあ良さが出ましたよね、長澤の良さですよね。まあ2枚と競り合ってますけど、そこの間に本当スポットですけどね、うまく入り込んで、やはり長澤しか決めれないようなゴールだと思いますけど、ショートコーナー、こぼれたところだ、弓場シュート、これはオフサイドはない、ないですね。大分追加点、前半10分コーナーキックになりましたけども、はい、これまでこういうのは多分見せてないんですよね。ただこぼれたところが反応早かったですね。少しワンテンポ遅れたら多分今のようなコースには飛ばなかったんで、渡辺新太の反応も早かったですね。キーパーの位置見てよくね、足首で変えましたよね。非常にあの反応早かったし良かったと思いますね。そこに渡辺新太が入ってきて、そうですね、今日渡辺がかなりボールに絡んでますからね、はい、野竹から野村、野村クロスボール、いいボールですね。ここも先ほどと同様、ファーに香川、長澤、藤原、安藤、シンプルに来そうですけど、宮に長澤だ、その上、藤原ですか、安藤ですね、安藤の上でしたね。先ほど薩川がファールを受けた位置からのフリーキック、野村なんか狙いそうな感じしますけどね。狙うとするとどこですか。ニアですね。あ、倒せたか、お、決まりました、3点目、長澤、35分。増田さんはニアを狙うんじゃないかと言っていたんですが、ここでは、まあ、一応競ってるんですか、藤本ですか、藤本です、ね。まあ、ただそうですね、高いんで、この長澤の対応は少し考えないといけませんね。山口、竹、竹が仕掛けていく、中にパスを出す、さあどうだ、左の米澤、中シュート、最後藤本、いやー今いい崩しようやく出ましたね。はい、鹿児島らしい崩しが出ました。およそ27m、長い、いや田中の左足だ、狙った、枠を捉えてましたでしょうか、ちょっと外れていったか、浜田が触っています。田中が少しコントロールミスしましたね。渡辺シュート、左足、しかしまだここで西堂だ、惜しいですね。運動家から田中、チャンスですよ、福田へのパス、ちょっと流れましたか、ただまだある、クロスボール折り返して、しかしまだ西堂仕掛ける、これもクロスバーですか、左足でニア上を狙ったようなシュート、94分になった。カウンターですよ、こぼれたボール、サツカバー、ここで主審山下の長い笛、大分トリニータ今季2勝目、そしてこのレゾナックドーム大分で初めての勝利を飾りました。